方向性を示したことは全部緑にしろとかそういう話ではなくてね、その大きな方向性としてこの梅北の2期開発を進めることと緑を軸にして考えてくれっていうところですから、あとは行政の役割でね、行政とその審査員の役割でどういうようなその提案というものを採用するのか、それはまずもう行政と審査員の方にまずは委ねていきたいと思いますけどもね、まあ、僕がああいう方針出した以上は、それは緑がほとんどないとかそういう話ではならないと思うんでね、ただどれぐらいの分量になるかとかそういうのはやっぱりこれはもう行政と専門家の方で進めてもらわないとできないことですからね。わかりました。それから1期について、先行開発区域についてもお尋ねしたいんですけれども、これまでの府市統合本部の話し合いの中でも周辺の効果というのを非常に重視されていらっしゃって、まあ、先日の会議の中にも出てまいりました。で、まあ、これまでのところまだその仕組み作りをしている最中なのかもしれませんが、その都心の開発まちづくりという点でですね、一期の現状、開発の現状というのが周辺の地域にどのような影響を及ぼしつつあるのかということについて、市長ご自身がお感じになっていること、すでにこういう効果があるというふうに考えていることというのはあるのでしょうか。いや、まずはもう地価の上昇率でしょう、はい、やっぱりそれはその地域の魅力というものはまず地価で、その判断するというのはもうこれ常識ですからね、魅力がなければそれは価格が下がるわけですから、地価上昇率全国の中のトップ10のうち6つが大阪の地域で、そのうちの5つが大阪市内でね、そこに梅北、それから福島のあたり、まあそういうところがきちんと入っている、特に大阪市内の北側の方にその地価上昇率の非常に高いところが大阪の北側の方に集中、大阪市の北側の方に集中しているというのはやっぱりこれは梅北効果だと思いますけどもね。あと細かなもうその効果なんていうのは、そらあれだけのその人がわんさか大量に押し寄せてくるわけですから、それは周辺の飲食店とか儲かったりとかいろいろあるでしょうしね、これはもういろいろあると思いますけども、一番やっぱり地価っていうところがね、その地域の魅力を表す重要な指標だというふうに思いますけどもね。だから今度梅北のぐるぐる走ったらバスもなんかスカイビルの方までバスが回るとかね、どんどん順調に梅北のあの辺りが動いてるんじゃないでしょうかね。だからやっぱり次はやっぱり2期ですよ。だから今度2期どうするかっていうところで、僕は周辺部分の街づくりの基本というものは、行政やそういうところが核となる部分をボーンとシンボリックな拠点を作って、周辺にその波及効果を及ぼさせるっていうのが僕の、ずっと考えた戦略でもあるんでね、梅北の中だけにどんどんビルを建ててそこに、開発を集中させてしまって周辺がスカスカになるなんて、これは最悪ですから、やっぱり梅北のあの2期の周辺部分にはまだまだ有効活用できる土地もたくさんあるし、まあ、大阪の玄関口というにはまだきちんと街づくりができていない、そういう地域もたくさんあるんでね、そういうところに、この梅北の開発っていうものがきちんと波及効果を及ぼすことができれば、もうそれは一番いい流れだというふうに思ってますけどね。あと一期区域 の別の機能ですけど、中身の話でイノベーション創出拠点としての、まあ、現状の認識なんですけれども、まだ、まあ、仕組み作りをしている最中だとは思うんですが、当初から酒井谷太一さんがおっしゃったように、その世界的な経済価値を、まあ生み出すような拠点をにしてほしいというような要望がありました。その点で、まあ、まだこれからというふうにお考えなのか、すでにもうこういう成果が出ているというお考えなのか。いや、それは行政が旗振ることじゃないと思いますね。それはターゲティングポリシーの考え方は僕は取りませんから、規制緩和とかその減税というところの環境は整えますけども、自由な活動の環境を作ることが僕の役割で、あとはもう民間事業者の皆さんに頑張ってもらうしかないというのを思ってますので、まあ、効果が出るかどうか、まあ、あんまりそこには行政の役割、力というものは僕はあんまりそこには重きを置いてないんですけどもね。だからあそこの梅北のところには特区を設定して、今ライフとグリーンというところで、梅北はライフの方なのかな、まあ、それでローカルタックス、地方税は一定の要件のもとにゼロにするとかね、それから特区の中で規制緩和をやるっていう、そういう仕組み作り、まあ、これも本当はもっと国に大胆にやってもらいたいんですけども、地方でできることは限界ありますけども、地方でできる限界のところまでは精一杯やってますから、そういう環境の中で民間事業者の皆さんにフルに頑張っていただきたいなというふうに思ってます。ありがとうございました。
大阪日日新聞の藤林と申します。伊豆大島で非常に豪雨で、伊豆大島の台風被害で非常に多くの方が亡くなられたんですけれども、なかなか避難の関連がうまくいかなかったということはありますけれども、この19日に大阪市で大阪市の総合防災訓練というのがありまして、地域住民の方も非常に参加されると思うんですけれども、訓練に参加するにあたって、地域の方にこういう点に配慮していただきたいというところがあればいただきたいんですけど。いや、それはもう防災訓練の中でいろんなもう検討してるでしょうからね。もう各地域の皆さんで今検討してるので、それをしっかりやってもらいたいと思いますけれども。次、朝日新聞、染田屋さん。朝日新聞の染田屋です。チャレンジトップのことで伺いたいんですけれども、今臨時国会に向けて国家戦略トップを国が詰めているようなんです、法案を詰めているようなんですが、雇用のところが一番やはり難航しているという話のようなんですが、その辺こう市長から見てなぜやっぱり雇用がそこまでこうトップとして難航しているのか、その辺の理由はどういうふうに分析というか。理由って、それは朝日新聞がキャンペーン張ってるからじゃないですか。解雇特区と名打って朝日新聞と民主党が大キャンペーンを張ってるから、政府としてやっぱ進めることできないんでしょ。だから別にキャンペーン張ることはいいこと、僕は文句、それは否定はしないし、いろんな考え方があるから言論の中で、あとは進めるかどうか政府が判断すればいいと思うんですけども、やっぱり僕はちょっと、政府の方が腰が引けたなというのは思いますけどもね。裸足の言の問題じゃないですけど、それは朝日新聞の力大きいんじゃないですか。政府の考え方まで変えさせるってことなんですから。だからその気概を持って日本維新の会の政党広告の問題もきちっと検証してもらいたいですけどね。報道によってというのはちょっとまた別にしても、他の例えば特区というのを見たときにですね、例えば規制改革という意味で、税率の軽減とかと違って労働法制というのはやっぱりその労働者を守る基準を低くするという、やっぱりそこのところで議論があるんじゃないかという気がするんですけれども、世の中ね、労働法制だけで守られ労働法制で何から何まで守ってもらおうなんていうね、思っていない国民だっていますよ。それはだから労働法制で守ってもらいたいっていうんだろう。だから僕は日本全国がね、日本全国が今回の朝日新聞は解雇特区って名打ってますけど、僕はこれチャレンジ特区だっていうふうに思ってますけども、日本全国がチャレンジ特区になったらまずいですよ、それは。だから言ってるじゃないですか、僕は御堂筋の周辺部にこれ設定するから、そんな職場環境で働きたくないんだったら違うところで働いたらいいじゃないですか。なんで選択肢を与えないんですかね、この日本の国っていうものは。それは皆さんは普通のサラリーマン社会でこれ仕事してるからどうなのか分かりませんけども、日本の世の中労働法制で守られ、そんなの守られなくても自分の力でやっていくわっていうふうに思ってる国民だっていっぱいいるわけですよ。だそういう人たちが集まる場所を作るっていうのはこれはいいことなんじゃないですか、ね、だからある意味、企業組織、それは個人事業主と企業の中の指揮命令を受ける労働者っていうのはね、一応法律の建前では労働者と個人事業主っていうのは分かれてますけども、こんなの概念上の問題であって、机上のある意味議論ですから、実態上はもう重なってるような、そんな働き手っていっぱいいるわけですよ。個人事業主的なその企業の企業の構成員でありながら個人事業主的なその働き手っていうのはいるわけですよ。で自分の腕とね、自分の力で、勝負してやろうと思うような国民だっているわけですよ。だからそういう人たちに選択肢を与えてあげたらいいじゃないですか。だから僕は何も日本全国をね、そういうチャレンジ特区にしろなんて思っていないし、やっぱり労働法制できちっと労働者の権利ってものを守らなきゃいけない、やっぱりそれが社会の安定につながるっていうのは、それは僕はそう思ってますよ。何でもかんでも弱肉強食でやれって言ったら俺は社会なんか安定しませんから。だから労働法制で多くの、日本の面積のうち 99.99999% のそういう地域はその労働法制で守ったらいいけども、日本全国のうちで御堂筋のちょっとした周辺部だけね、そのチャレンジしてやろうと思うようなそういう国民が集まる場所を作ってあげてもいいんじゃないですかね。でそれはいろんな、あと監視機能を強化するとかいろんなことでフォローすればいいわけであってね、なんで日本の国っていうのはその